沖縄科学技術大学院大学の早川と申します。今日はよろしくお願いします。先ほど津川さんが質量分析情報、マスのデータ、ピーク検出という非常にコアなところ、入り口としては非常にありがたいお話だったんですけれども、私はその質量情報と、あと化学化合物の情報をどうやって連携するか、連携というとちょっと大げさですけれども、今回の話ではどういうふうなツールを使っているのか、使えるのかというようなお話をしたいと思います。先ほどすでに津川さんが、話聞いてますかね。お話、大体の概要をお話してくださいましたが、質量分析、特に近年はもう、基本的に質量分析というと、液体クロマトグラフィー、もしくはガスクロマトグラフィーを用いて、複雑なサンプルマトリックスを分離して、各リテンションタイムのスペクトルをどんどん取っていって、それを最終的にデータマトリックス、化合物の情報としてまとめるというのが、基本的な流れになっています。つまり、質量分析のスペクトルの大量のスペクトル情報と、そして、もちろんそれを化学的もしくは生物学的に解釈するための化合物の情報、これらを連携するわけですけれども、連携して仮説を検証したり、もしくはそこからデータドリブンな新たな試験なりプロジェクトを立ち上げると。ただ実際はこの部分、必要に重要な部分、とても重要な部分なんですけれども、近年は各質量分析のベンダーが、その装置専用のソフトウェアを作っていて、もうボタンをポチるだけでもうなんとなくデータを出してくれるというような状況になりつつあるとように僕は見えて、それがあまり好きではないということで、今回の、このシンポジウムでお話しさせてもらう目的は、このハッカソン中に皆さんが、質量分析、データ解析に興味を持っていただいて、それで、このハッカソン中に試してみる、もしくはデータを使って遊んでみるというようなリソースのツールやリソースの紹介ができればと思っています。特にベンダーに縛られない、DIY 的に使えるツール、データ、リソースの話を、前半は質量分析に関して、で、後半は、もっと化合物、ケモインフォマティクス的な、ツールについて、最後にもし時間があったら、私がどういうふうにこういうツールを使っているのか、実例を紹介したいと思います。質量分析のデータフォーマット、先ほど津川さんがもう MZML に関して説明をしてくださったので、割愛します。大事なのは、どのベンダーでもほぼ全てのベンダーの質量分析のデータからこの共通フォーマットにできるということで、この辺も先ほど津川さんがお話してくださったので、つまり MZML、いろんな各そうベンダーから出てきたデータを一旦 MZML にしてしまえば、必要な情報はすでにそこにあるわけです。もちろんハードコアな人は、ここから実際のバイナリからデータを抽出して、全て自分で計算するっていうことという方もいらっしゃると思いますが、実際にはこの後 MZML から質量分析固有のデータ処理、スペクトル処理、ノイズリダクション、データのアライメントと、スピーチャーを検出するっていうのが主な仕事になりますが、それをどうやってするか、もちろん先ほど菅さんがいくつかのツールをツールに関しておっしゃってましたが、僕がよく使っているのがこの OpenMS というソフトウェアで、ここで話すということは、僕はこれが一番素晴らしいんじゃないかと思ってるんですけれども、これは質量分析のデータ解析管理だったら何でもできるライブラリーの集合体のようなもので、質量分析のデータ解析前にデータ処理などのこういうふうにいろんな機能を持っているモジュールをつなげることで、自分なりのデータ処理をすることができると。で、クライムに統合、最近統合されて、で、フリーで、基本的に C++ とかなので結構早いと。で、実際に質量分析インフォマティクス、メタボロームよりに関して言うと、ピッキング、ベースライン、ノイズフィリダクションや、基本的な機能は、各ノードとして提供されています。
で、まあ、具体的にどうやっているかっていうと、先ほど話した MZML から、まあ、ピーク検出、このピーク検出からはもうすでに OpenMS で行うことができます。それでマスフィーチャーの検出、まあ、そもそもマスフィーチャーが何なのかというと、これが、まあ、例えばこれが MOVERZ 質量をチャージで割ったものの軸で、こちらがディテンションタイムというふうに、2次元、あ、3次元、3次元で見ると、固有の物質が液体クロマトグラフィーと質量分析上でどういうふうに見えるか、これを、まあ、1つの物質を1つのマスフィーチャーとして検出という機能が OpenMS の中に簡単に実装されています。で、その後に大事なのがアライメント。特に複数の多検体分析をするとき、もちろん各大学で液クロと質量分析っていうのは非常に厳密に管理されているはずなんですけれども、例えば1時間後に分析したものではリテンションタイムが少しずれてしまう、3時間後にはさらにずれてしまう。そうすると同じ MOVERZ を持っていても、それはそもそも同じ物質なのかどうなのかっていうことを、そして、システマティックに分かることが、理解することが難しくなるということで、まあ、アライメントという作業が必要になってくるわけですけれども、このように、各基準になるサンプルに対して MOVERZ、 その他いろんな情報を連携させることで、時間を少しずつシフトというかトランスフォームしてやると、多検体で見られる、マスフィーチャーが固有の、同じ物質由来なものかということが最終的に、まあ、分かるようになると。で、こうやって最終的にマスフィーチャーのデータマトリックス、つまり、まあ、この多検体 LCMS分析の中で、どんな固有の物質が出てきて、どのリテンションタイムに出ているのかというところ、という最終的なデータマトリックスをこの OpenMS の中で、まあ、完結させることができると。で、ここでちょっと簡単にスペクトルデータベースに関してもちょっとお話ししたいと思います。なぜかというと、先ほどの質量分析の、ピーク検出ですとかフィーチャーディテクションというのは主に定量情報だったんですけれども、質量分析というのは同時に定性情報っていう定性情報を担う役割を持っています。つまり、例えばここに化合物があったとすると、質量分析の中でフラグメンテーション、まあ、ガスに当てて粉々にすると、そうするとこの物質由来のフラグメントが見られると、そういうフラグメンテーションフラグメンテーションスペクトルという質量分析の重要な情報があるわけです。これを何に使うのかというと、まあ、LCMS の中で検出された物質がそもそも何なのかを知りたい。そうした場合に、このフラグメンテーションと、自分のラボにある試薬を標準品を同様にフラグメンテーションして、その比較をする。もしくは試薬標準品がない場合はコンピューテーショナルにフラグメンテーションを予測する。これについてはちょっと後でお話しします。もちろん、一つの研究室が持っている試薬の量なんていうのは限りがありますので、現在では各世界中の研究室がそれぞれ標準品をのフラグメンテーションを取って、それを世界中で共有するというスペクトルデータベース、この、まあ、元祖といえるのが、まあ、マスバンクですね。このように化合物の情報と、あとフラグメンテーションのデータっていうのが統合されています。とはいっても、現在ではマスバンクというよりはモナっていう、マスバンクオブノースアメリカ、この、比較的新しいデータベースは複数マスバンクを含む複数のリソースを統合していて、まあ、包括的というか、まあ、便利ですね。特に JSON ファイルで全部簡単にダウンロードできてしまうので、この質量分析っていうのに興味があったら、ぜひとりあえずモナに行って JSON ファイルで全部ダウンロードというのがおすすめです。あと、先ほどちょっと話にもあれが上がってたかもしれないんですけども、実験データ表品のフラグメンテーションではなくて、実験データに関しては、まあ、メタボロムエクスチェンジですとか、まあ、マッシブ、あと理研のプライムにも、これはオープンというか、まあ、特定の研究者が、アップロードしたデータですけれども、非常にクオリティの高い、フラグメントスペクトルのデータが含まれているので、とりあえずハッカソン中に生データを使って何かしたいというんであれば、この辺のデータベースから取ってくる。
するのがおすすめです。で、最後にこれまでは質量分析の情報でしたけれども、それから最終的には質量分析のただの質量情報からどんな化合物なのか、化合物の情報も統合させる必要があります。で、時間が押しているんですけども、なるべくこの3つを化合物情報データベースから情報生成抽出の実際のところまでお話ししたいと思います。で、こちらが標準的な、代表的な化合物データベースで、それぞれ目的が違うんですけれども、ハッカソン的にというか、我々的にというか、大事なのはダウンロードできるのかどうなのか。で、この赤で示したところはほぼ全てダウンロード、 SDF ファイルもしくは JSON ファイルでダウンロード可能です。で、化合物データベースでちょっとよく問題になるのが、そもそも化合物の同一性と何なんだろう。この物質を見ると、セロトニンっていう呼び方がそもそも正しいのかどうなのか、おそらく正しいんであるんでしょうけども、他にいろんな名前が付け方があると。これはメッシュで登録されている代表的な名前で、人によってはもっとさらにいろんな名前の付け方をしていると。で、もちろんこのそういう曖昧さ、同一性の曖昧さっていうのが非常に問題になるので、化合物記述子、インターナショナルケミカルアイデンティファイア、インチという情報を使います。これは同一性を保証する、同一性を決める記述子というよりも、これはもう構造記述子ですね。つまりこういう複数のレイヤー、アトムとボンドの位置や位置ですとか、チャージもステレオケミカルレイヤーまであります。つまりこの化合物の情報がこの文字列にこのコード情報が全て埋め込まれている。インチキーを飛ばします。じゃあこの情報を使って何をするかっていうところで、ようやくケモインフォマティクスツールキット、つまりこのコード記述子を使ってこのライブラリを使うと、もういろんな情報が抽出できる。代表的なのは、RD キット、僕も使っている RD キットですが、とあとは CDK というJava ベースのツールもあります。ちょっと実演ができればよかったんですけど、ちょっと時間がなくなってしまったので、質量分析にとって一番大事なのは質量であって、先ほどの構造記述子から簡単に質量情報も計算できます。あとちょっといろいろ面白いことができて、例えばケミカルシミュラリティ、化合物間の構造の類似度を計算することも1、2行でできてしまいますし、あとは共通構造を探すことも、特定の関数を使うと一瞬でできてしまいます。あとフラグメンテーションに関しては結構、そんな簡単ではなくて、インチキーをもとに、コバレントボンドを定義して、それをイテレーションしてシステマティックに切っていくということで、実装はできます。ということで、フラグメンテーション、非常に面白いテーマではあるんですけれども、ケモインファティクスツールキットだけでやることも可能ですけれども、いろいろと難しいところもある。ということで、おすすめなのが、この外部のツールですけれども、CFM プレディクト。これは常に学習で、大量のスペクトルデータをもとに学習して、本物らしいフラグメンテーションスペクトルを出してくれる。で、これはコマンドラインから実行することができて、あとは複数の化合物を処理したいときは、インチの文字列をリストで渡すだけでも全てやってくれます。ということで、最後に、じゃあこれで具体的にどういうことをできるのというか、やってるのっていう話をちょっとだけしたいと思います。やりたかったのは、その質量分析、LCMS データを使った、お医者の庭からむしってきた葉っぱの中にどんな化合物、どんなサブストラクチャーを持っているのがあるのか、それを、アラビドプスの、メタシックデータベースから構造情報を持ってきて、それを先ほど話した理論的なフラグメンテーションを生成すると。で、その間で、これが、そして、フラグメンテーションのシミュラリティでクラスタリングを行って、クラスタリングの中から共通構造を探すという。ちょっと聞くと、ややこしいことをやっているなと思われるかもしれませんけれども、実際は今回お話ししたツールでかなりお手軽にできているということで、今回のお話ししたツールの、強力さというか、お手軽さが分かっていただけるとありがたいと思います。で、
非常に駆け足だったんですけれども、まあ、まとめると質量分析データはオープンフォーマット、MTML と、まあ、OpenMS を使えばポートガルの処理が可能で、それをさらに化合物情報のデータベース、あと化合物構造記述子とケモインファーテックスツールキットで、まあ、化合物情報データを扱うことも簡単にできる。この2つを連携させることで、従来のベンダーのソフトウェアなどには依存せずに自由な解析をどんどん皆さんにしてほしいと思います。以上です。はい、早川さんどうもありがとうございます。